皆さんこんにちは。今回は 1.2 で追加される異物について考察する動画です。まずは、新規で追加される第七世界のオーナメント。2セットでは会心率がアップして、会心率が一定以上を超えると、追加で、通常攻撃、スキルの余ダメージがアップします。おそらくサルソットと同じなのであれば、50% が基準になりそうなのと、会心率アップはサルソットと同じ 8% アップになりそうだね。ということで、アタッカー筆頭といえばゼイレなのですが、ゼイレのダメージ割合を見てみると、こんな感じにあり、スキル割合がかなり高いです。ちなみにちゃんと失点は概要欄にあるので、そちらも確認ください。必殺技の割合が高いと思ってたけど、だいぶスキルが高めだったな。ちなみにこれは、宇宙ステーションヘルタを装備してる想定なので、サルソットを使わない場合の期待値になる。一応前提も説明しておくんだぜ。基本的にはアップグレードにはなりそうだね。一方で元凶はこんな感じ。スキル比率はゼイレよりは落ちるね。テンプは追加攻撃扱い、必殺技と合わせると、43% ほどの割合となり、厳選がかなり進んでいるとサルソットのままでも良さそう。この元凶はゼイレと同じく宇宙ステーションで計算されてるのですが、元凶は数値次第ではそこまで付け替える必要性は薄いかもしれない。そして、装備者候補ですね。候補1はメインアタッカー、候補2はサブアタッカーのつもりではありますが、静寂は足を即すれば一応 SP 節約しやすくなるから、悩むライン。まあ、基本的にスキル連打キャラは適性があると思う。ちなみに単行は大体半々くらいで微妙に必殺割合が高い。選択肢の一つって感じになりそう。少なくともサルソットは超えますね。セイバルは基本的に通常をこすることが多いので、相性としては問題ないでしょう。サルソットやヘルタに適性があれば、基本的には問題ないかと。ベルトも、サブアタッカー運用はスキルダメージがメインになります。あとは銀狼に突してる人も候補かな。無突だと効果命中モルトあんまり会心は漏れない。ざっくり候補としてはこんな感じかな。陣は追加攻撃持ちなのでなんとも。続いて、折れた龍骨。こちら、効果抵抗がアップ。効果抵抗が一定水準を超えていると、味方全体の攻撃力アップなのですが、会心ダメージアップが正しいようです。英語と中国語では、会心ダメージだったけど、やっぱり会心ダメージアップが正しいということなんだな。一応候補としてはこんな感じです。上がサポーターで奇跡に効果抵抗があるキャラ。羅刹は勘違いされがちですが、効果抵抗とは別枠の抵抗です。ヤクロナターシャもそうですが、今がちょうどの高塩水の存在があるため、候補2に入れました。候補2は他のキャラは効果抵抗を自力で増やせるけど、サブアタッカーとか火力要因をすることが多いというキャラ。状況次第ではありかもしれませんが、優先度は低めでしょう。変化球としてはこちら、ヘルタでは優先度の低い損を。そうか、こいつは効果抵抗が上がるんだな。会心ダメージ分配が目的の場合は候補になるかも。まあ、すでにあるお犬選手が損後枠に選ばれづらいことを考えると、いまいち使いどころが難しそう。結構上級者向けになりそうな予感だよな。それでは、新しい4セット異物を考えていきましょう。これは2セットで HP パーセントアップ。4セットは、装備キャラが攻撃を受けたり、味方によって HP を消費させられたら会心率が一定ターンアップ。これは累積することが可能とのこと。玉空の必殺技も玉空の味方が動いていた場合、にカウントされていたのえ。自称もカウントされそうだね。だからアーランに新しい選択肢って感じでしょうか。アーランはダメバフをモチーフ込みで化け物にできるから。攻撃力をうまくサポーターで積むことができれば、かなり会心率の部分が生きてきそう。となると使い手は少なめかなという印象。一応2セットに玉ロナターシャを入れてはいるけど、火脚が揃っているなら火脚でいい気がする。4セットは自身を含めるならアーラン。あとは陣も候補だとは思うけど、会心率だけ稼いでもなぁとはなりそう？陣はスキル使用時のみ確定事象で、必殺は自分の HP 割合次第では回復したり、一応候補には上がるかもだけど、ベストにはならなさそうだと思っています。クラーラはハイブリッド型になるのかな。一応攻撃を集める前提なので候補だと思います。実際4セット効果でどれくらい会心率が上がるのか。
このあたりは、すごい気になってくるな。上がり幅次第では、攻撃胸つけて、クラーラでサルソットとかもありなのかな。続いて、メッセンジャー。2セット効果では速度が上がって、4セット効果では、装備キャラが味方に対して必殺技を発動したとき、味方全体の速度が一定ターンアップする。こちらは累積できないという表記なので、1編成につき1人までしか意味がないね。一応重ねると継続ターンが延長だから、継続ターンや必殺技ターンを計算すれば、2枠につけてループさせるとか、そういうことも選択肢ではありだと思う。とりあえずガンマン、という調和のキャラに新しい選択肢って感じだね。ただ、2セット効果の速度アップは、あんまり期待できないかも。ガンマンや聖騎士の2セット効果を見ればわかると思いますが、だいたい中央値 X3 なので、速度は6か7程度になると思うよ。これは、だいたい速度100のキャラにガンマン4セットを乗せたのと同じ。多少の違いはあれど、使うなら4セット目当てになりそう。とはいえ、2セットで使えるってことは、厳選自体は楽になりそうだね。2セットにダメバフセットつけて、速度2セットを選べるようになるのがでかいかもね。とりあえず本領発揮は4セットが大事だと思うね。それでは、適正候補予想です。2セットはクラーラ以外は基本的に適正あると思います。他の速度調整をするキャラでも、速度靴ほど上がることはないので、基本的に速度の順番は変わらず、速度底上げくらいになりそう。4セットはアスター、デイウン、ブローニャでしょうか。基本的には他のキャラはわざわざ変える必要性は薄いと思っています。ただ、初の必殺技でサポートする異物。原神でいう旧貴族的な異物が出てきたわけだから。回復量が足りるなら白露ナターシャがつけても問題はないと思う。ただ、4セットつけるって、治癒バフの2セットすら捨ててるわけで。これをどう捉えるかだね。特に透過交換とかつけてる人は、すでに治癒力が比較的落ちてるわけだから。そこ次第かな。結局全滅しなければ北条は仕事を果たせてるので、最終的には厳選や手持ち、凸次第ってところですかね。ということで、個人的な予想だとこんな感じです。星々はアタッカーに汎用性も高そうです。流骨は、基本的には今がちょうど良うって感じですかね。メインに効果抵抗をつけられないことがあり、どの程度の効果抵抗が必要か、にもよりますが、メインにつかない効果抵抗を一定水準盛るという、敷居は高いと思われる。自社は、なんかパッとしない。メッセンジャーは2セットは汎用性に期待。4セットは基本的に調和用のイメージがあります。ということで終わります。皆さんはどういう予定をしていますか？よかったら教えてね。ご視聴ありがとうございました。さようなら。